さんこんにちは、秀丸です。今日はですね、今19時過ぎなんですけど、まあ、テイクアウトできて片手で食べながら帰れる商品を売っているお店3軒を吉祥寺で、ちょっと紹介していきたいと思いますので、早速行きましょう。はい、じゃあヨドバシ裏にあるこちらですガレージ53と買って食べていきたいと思います。ゴルゴンゾーラメープルでお願いします。はい、全種で600円です。大体待ち時間が10分ぐらいです。サクッと買ってね、持ち帰れる感じです。はい、ピザ頼んだ。ピザが来ました。ゴルゴンゾーラ、うわ、これで600円です。まあこれをね、歩きながら、まあ、公園で来てもいいし、まあ、せっかくなんで立ち食いでいきます。生地が薄くて柔らかい。チーズと蜂蜜がやっぱり濃厚だな。ゴルゴンゾーラ蜂蜜のせ、チーズと蜂蜜ってやっぱ合いますね。次に紹介するのが5月かな、5月にできたフェックスバーガー。やっぱお店ができただけ、最近できただけあって、いろんな人が買いに来てますね。テイクアウト専門店みたいです。早速買ってきます。安いね。中でたくさんの多くの店員さんが流れ作業でどんどん作ってくれてます。24時間営業みたいなんですけど、まあ、食材がなくなり次第お店は閉めてるみたいです。じゃあ早速食べましょう。はい、僕が頼んだのはダブルチーズバーガーとコーラのみです。いや、もうやっぱハンバーガーはねコーラでしょ普段あんまり飲まないけど。じゃあいただきます。肉が超ジューシー、ほんとうまいな、これ。なんかパテがすごく柔らかくて、口の中で肉の旨味がほんとにジューシーに広がるというか、もう抜群のうまさです、これは。うん、なんか肉肉しいんだけど、しつこさがない。これうまい、これ絶対ヒットしますよ、これ。しかも遅い時間までやってるし。ベックスバーガーさん、決済方法もいろいろあって、まあ現金持ってなくても、まあ電子マネーあれば食べれるからいいっすね。サクッと、うん、便利便利。最後に紹介するお店がもう超駅前なんですけど、ナルトたい焼き本店、おやつかな、最後買ってきました。
はい。希望のお客様は一匹から焼きたてをご提供できるみたいなので焼きたてをお願いしました。めっちゃ楽しみ。焼きたてで熱々だな。じゃあ小豆をいただきます。薄皮で超パリッとしてるんだけど、めちゃめちゃ中のあんこがしっかり入ってて、すごい、ね、美味しいな。はい、いかがでしたか。3軒ね紹介していったんですけど、まあ比較的遅い時間でも空いてますので、ぜひ吉祥寺に来た際には立ち寄ってみてください。はい、以上になります。僕の動画では、中央線近辺の、庶民派グルメを紹介していきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、そして高評価低評価どちらでもいいのでよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。